みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はね、久々のメイク動画ということで、初かな、わかんないけど、やっていこうと思います。はい、で私今まで部活だったりテスト勉強があって2週間ぐらいメイクをしてなくてですね、もうメイクの仕方を忘れてしまったということで、今回はね動画を撮りながらね思い出していこうということでやっていこうと思います。髪はもうやってあるので、あとは顔をするだけです。私もうメイクの仕方とか分かんないで、マジで自己流なんですけど、私目やらないと気分が上がらない人なので、まずね目をやっていこうと思います。本当にね多分やり方が絶対違うまあ自分がね良ければよしみたいな。いきます。あ、で日焼け止めは塗りました。日焼け止めと、ごめんなさい、コンシーラーも塗っちゃって、日焼け止めはまあ普通ので、コンシーラーはキャンメイクのこのカラーフィニッシングコンシーラーってやつですね。ちょっと汚いんですけどごめんなさい。で今からこのロムアンドのやつをパレットを使います。ピンクのやつ。本当に化粧品をさ、なんか最近さ全然触ってなくて、もう何やってたか忘れちゃった。本当にね、でもね、メイク楽しいね、本当に。やっちゃったらね、もうね、すごく好きになっちゃってね、楽しいね。まずね、この薄い色を塗っておきます。ね、全体に。で、そうですね。最近、1年生大会があって、私も出たんですけど、なんだっけ、ベスト16ぐらいまで行ったのかな。で、試合が3回戦目で負けちゃって、でちょっとテニスの話になっちゃうんですけど、ボールを最初に入れるときサーブって言うんですけど、最後なんかプレッシャーか疲労かどっちかわからないんですけど、サーブミスで負けちゃったんですよ。最後どちらの相手何も動かずにずっと頑張ってただけで試合終わっちゃって、でそれがもう本当に悔しくて、サーブが入ってればもしかしたらうちらが勝ててベスト8入ってたかもしれないしみたいなのを考えちゃうと、本当になんか相手、私のペア相方の子にも申し訳ないし、私が入れてればもしかしたら相方の人も入れてくれてたかもしれないし、普段こんなミスしたことがなくて本当に悔しかったんですけど、そうですね、この悔しさをバネに次から頑張っていこうかなと思ってて、もう次の大会が春で、しかも入れるか分かんない、私出れるか分かんなくて、2年生がラストだから、ラストの方になるから2年生メインで、ね、組んでいくと思うんですけど、そのペアをペアっていうか出る人、まあ、出れるか分からないんですけど、出たいな、次はね頑張りたいと思います。優勝できるように、はい。でテストかな、テストはね、今回はね全然だった。今回もか、前回はね結構頑張ったんだけど、もう前々回がやばくて、2学期に2回ねテストがあるんだけど、1回目はね本当1学期にやばかったからめっちゃ頑張ってて、目標のね100位以内っていうのが取れて、すごいイエーイってなってて、今回気抜いちゃったのかな、無意識なんだけど全然できなくて、うん、本当に順位が落ちそうで怖くて仕方がないんですけど、でもまあもう終わっちゃったことなのでね、切り替えてね行こうかな、頑張ろうかなと思ってます。今ね涙袋描いたのこのケイトのダブルラインエキスパートってやつです。でもメイク動画撮るの多分ね、全然撮ったことがなくてマジで初心者なんですけど、やばい、合ってる私、え、涙袋濃くない、大丈夫、これ大丈夫か、あ、大丈夫、え、こんなんで合ってる、え、こんなのってよね、わかんない、あのキャンメイクの眉毛描くやつで来ました。でもぼかしてたんだよね私、あ、ちょっと待ってね。そしたらロマンとの濃い茶色っていうのかな、で涙袋をぼかしていきます。多分ぼかしてたはず、この工程懐かしい、
多分こんな感じだった気がする。わからない。で、涙袋にちょっとコンシーラーのせてふっくり感を出していこうかなと思います。確か、あ、足しびれた。やっぱ、はい、OK。 で、そしたら次どうしよう、何してたんだっけ。そうだ、ね、そしたらね、次なんか濃いやつでなんかグラデーションみたいなの作ってた気がするので、グラデーション作っていこうかなと思います。目尻の方にこうやって三角ゾーンと目尻にこう塗って、みたいな、ちょっと目も大きく見せようねみたいなみたいな、わかんない。 OK、 合ってる。不安。あ、まあ、メイクに正解はないんで好きなようにやっていこう。うん、 OK。 そしたらどうしよう、もう二重にしていいのかな。二重にしていこうかな。あ、そうだ、ライン引こう。アイライン引いていきたいと思います。まずね、このキャンメイクの紫っぽいやつで下書きっていうか書いていきます。私もうラインはその時の気分によるから、もう本当にちゃんとしたのがないんですけど、超垂れ目に見える時もあれば超つり目に見える時もあって、本当に安定したい、安定させたいで自分で思ってるんですけど、ちょっと三角ゾーンにもこう足してって目を大きく見せます。はい、いきました。今日ちょっとなんか釣り目かな、わかんないけど。で、そしたらこのね、黒いキャンメイクの黒いやつ、黒一番ね、描いていきます。キャンメイク描きやすいんだよね、ラインが。キャンメイクでしか描いたことがないから、なんか筆がなんかすごい描きづらくて、答えじゃないと描きづらくて、もうずっとこれです。私はメイク始めた時からだとこれ、うん、眉毛描こうと思います。最初に形を描いて、でパウダーで埋めるって方式でやってます。で、さっきも出てきたこのパーフェクトエアリーアイブローってやつで、まず形をね、描いていきます。もう薄くていいです、本当に。眉毛はね、初心者なんで本当に。はい、で、このね、さっきのミラーグラムのね、アイブローパウダー使ってきます。でもなんかこれすごいボロボロこぼれるくない？私だけ？私すごいボロボロこぼれる人なので結構適当にしてますね。で、間をね、埋めていきます。こういう感じで、はい、OK。 ちょっと濃くなった。うん、本当眉毛のね、濃さがよく分かってなくて、まあね、これから感じをつかめればと思ってます。まあ気持ちなんですけど、ノーズシャドウ的なのをしていきます。同じので、ノーズシャドウのやり方もよく分かってなくて、で勉強したよね、これからね。ちょっと鼻を高く見せたい、お年頃、うん、で、こういうのを描いてって、マスクするので分かんないんですよね、今の時期ね、時期っていうかね、今のコロナ禍ではこの辺描いていけば高く見えるはず。ちょっとこうやってやば、こうやってぼかしていって伸ばしていって、すごくなった。ちょっと汚いな、ちょっとぼかし方合ってる？多分もうぼかすってこれぐらいしかできないし、いいでしょ、はい。で、ハイライトできます。これセザンヌです、4番04番。ハイライトのつけ方が分からない、合ってるの？なんかチュンチュンチュンってしてますね。
鼻筋と目頭とこの目尻の下と口の上、たまになんかここに T 字にしてますね。今日はいいわ。はい、だんだん顔が出来上がってきた。懐かしい。はい、で、そしたらどうしよう、リップ塗っていこうかな。もう気分です、本当に。順番待ってきと、あ、ロムアンドの24番、ジェールティントの24番塗りました。で、これ25番、25番の方が薄いから24番を伸ばしていくイメージで塗ってます。はい、で、細い筆でハイライトをね、ちょっと涙袋に塗ってクリカを出していきますね。ちょっとキラキラすぎた、まあいいか。はい、そしたら二重にしていきます。最近使ってるのがね、これ表面すごい汚くて、ダブルアイリッドハイブリッドフィルムみたいなやつですね。はい、私は三角に塗ってます。なりたい二重幅と同じところを頂点になるようにキワキワをまず塗って、で、こう三角、こう三角にしていく感じ。こんな感じで、なんかこう生え際に塗ってこう三角にしていく感じで塗ってます。アイプチはね、本当にまあその人に合ったやり方が一番いいと思うので、私いろいろ試しててこのやり方が一番良かったんですよ。はい、なのでこれをしますね。綿棒持ってきました。綿棒でこうついて乾いたなって思ったらもう一回やります。同じところをなぞる形で。ナイプチはね、20ぐらいにしないと私2人ならないんですよ。あなたが思うのかな、分かんないけど。で、また同じように乾かします。そう、私ね、テスト期間になると漫画とアニメを自粛してて、あとドラマとかも自粛してて何も見てなくて、あとサイレントだけ土日に行って、もうサイレントやばいよね、本当に。私港推しなんですけど、もう今6話目なんですけどね、本当に5話でもうずっと泣いてた私、港もうずっと泣いてて、しかもリビングで見てたんです。だからもうリビングで家族4人で見てたんだけど、私だけ大泣き、もう大号泣、他のみんな大丈夫しちゃうみたいな目で見られた。本当に申し訳なくて、次の日目が超腫れてて、部活だったんでやばいなとか思いながら腫れた目で行きましたね、部活。もう周りにね、サイレント語れる人がいなくて、今の中学生でテレビ見ないんですよね。そう、なんかみんなさ YouTube とかさ TikTok とかさ見てて、全然ドラマ見てないっぽくて、語れる人がいないんですよね。本当に語りたい。サイになったかな、なったと思う。で、2人になりました。こんな感じで、はい、でこれも同じ要領で片方もやっていきます。こっち目も、はい、はい、ということで二重になりました。たとしさまになんか本当に重いのか、まぶたが。たまにね、二重じゃなくて時間が経つにずれて三重になることとかもあるんです。まあ、今日はね、とりあえず二重になったので許してします。はい、そしたらまつげを上げていくんですけど、まつげね、本当に汚いビューラーがごめんなさい。なんかこれ人用のなんかビューラーがあって、それをね使ってます。で、とこれとあと何か使ってるのがあって、今までずっと資生堂使ってたんですけど、これもごめんなさい汚くて、無印良品で買ったこのコンパクトのやつをね使ってます。これは大体上のまつげ、これが下のまつげ上げてるんですけど、これじゃ上のまつげ上がらない時があるんで、その時はこれも使ってます。これが超使いやすい、無印が本当に最強で、こう
目をこう半面にして、でここをこうまつ入れてクイッてするとまつげが上がるので、それをこう掴んでこう、で上がったらエテュセアイエディションのまつげ下地を黒塗っていきます。でアイアイとまつげは基本黒です私は。で、眉毛だけ茶色なんですけど、この黒が欲しいです。黒っぽい、なんか私今までね、髪が黒い人は茶色の方がまつげ違うや、眉毛すごい盛れるって聞いたんですけど、よくよく考えたら私茶色っぽいんですよ髪、全然黒じゃなくて本当に茶色っぽくて、学校の子とか部活の子とかみんなになんか、え、しほちゃん髪染めてるのみたいな言われたことがあるぐらい茶色くて、だから多分黒とかの方がいい気がしてきて、はい、でちょっとね乾かして一瞬で完全にこう切る前にもう一回あげます。ここ多分結構ポイントで、こう上げてって結構上がったくない？結構上がった。これをね繰り返していくんですけど、もうあとはこう普通に微調整していきます。はい、こんな感じ。はい、まつげ上がりました。そしたら最後下まつげ上げていきます。もうこれに挟んでこう、なんていうのこうパチパチしながらこう下に下ろしていく感じです。はい、あ、まあ下まつげはね適当です。で、濡れたらもう一回ビューラーして調整していきます。ちょっと下がったよね。まあね、最初はこんなもんですよ本当に。はい、でこれもね片方もね同じようにやってきます。はい、ということでメイクできました。こんな感じどうでしょうか。だいぶ変わったんじゃないかなと思います。ということで肌とか汚いですし、まだね目二重とかのやり方も全然綺麗とか言えないんですけど、久しぶりにしてはよくできたんじゃないかなと思います。それではバイバーイ。見てくれてありがとうございました。